験大好き MNO です。今回はこちらの方アンテナアナライザー、こちらのね実践的な使い方簡単にご紹介させていただければと思っております。できましたらね皆さん SAVR が1とか 1.5 っていうのをこれ測定するのも重要だと思うんですけどね、本当は SAVR が落ちないアンテナ、これどうやって調整しようかなっていう時にね使うべき測定器やと思います。そこにね焦点を当てて説明していきたいと思います。よろしくお願いいたします。補足説明、超便利な測定器アンテナアナライザーの使い方を紹介するよ。アンテナの調整をするための実践的な使い方を説明するよ。のんびりと紹介するから時間があるときにゆっくり見てね。はい、しましたね。アンテナアナライザーのね一通りの使い方簡単に説明させていただこうかなと思います。まずね各計器、まあ、代表的に今回コメットさんの CAA-270 っていう、ね、ちょっともう世代的にはね1世代以上前の機種になります。まあ、基本的にはねどのアナライザーでも基本的なものはね同じものを持ってるんじゃないかなと思います。まず大抵の場合はねこういう形で、まあ、電源入れますと周波数カウンターで、こういうバンドですね、何ボデルで微調整するダイヤル、まあ、ここまではね、まあ、あのダイヤルじゃなくて最近ですとボタンを押すと自動でねあのエスタバーの大きさをグラフ化するようなやつもあると思うんですけど、オーソドックスのやつはねまだ今ないこういう形でねダイヤルついてるタイプも多数出てるんじゃないかなと思います。あともう一点ね、こちらの方メーター、こちらですね、メーターの方 SWR、まあ、これはね皆さんほぼ分かると思います。で一番これがねもう本当にややこしいのがこのオーム、このオームが一番ややこしくなります。で一般的なんですけどこういうオームでこういうアナログ型本当にねメーターで振ってるようなやつですと大抵の場合は合成インピーダンスと言われる普通のねインピーダンスと違いまして普通の純抵抗、抵抗皆さんね当然知っておられると思うんですけど抵抗プラスリアクタンス、もうこれまたねもう言葉だけ覚えていただいてこんなもんがあったなぐらいでいいんですけど、まあ、リアクタンスという混ざり物ですね、抵抗プラス混ざり物も含まれてるんでね通常ですとこちらの方合成インピーダンスという名称でねあの呼ばれているものが表示されるようになっております。ここがね一番難しくなります。であとね今回のちょっとこの測定器にはないんですけど液晶で表示されているようなやつ、要はコンピューターでいろいろとね制御されているやつですともう大抵ですとねここがもう要するに純抵抗とリアクタンス、普通ですとね I とか XL とか C とかっていう形でねプラスとかマイナスとかね R がなんぼプラスマイナスマイナスがなんぼとかいう形でねインダクティブ側キャパシティブ側みたいな形でね表示されているのもあるんですけど、まあ、基本的にはねもうそこもあんまり深く考えるとねなかなか理解度が深まらないと思いますので、一番ね覚えていただきたいのが、まあ、通常ですと抵抗プラスリアクタンスという要は混ざり物、要は合成インピーダンスっていうのがねあの表示されている、意外とねここがアンテナの調整するときにね本当は重要なところになります。でね、必ずこういうテストするときにね言葉だけでも理解できませんので、私はねいつもこのような形でアンテナのダミーですね、こういうのを準備していつも練習したり、まあ、テストさせてもらったりしております。まさにねこれがよくあのテストにも出てくるようなとこになると思うんですけど、アンテナっていうのはこういう L ですね、コイルで、こちらがコンデンサーですね、ちょっとちっちゃいんですけどコンデンサー、抵抗、要はこれがねつながったものがアンテナですよっていうね、図式されたものをよく皆さんもねなんかこう雑誌とか見るとね見かけるんじゃないかなと思うんですけど、それをねまさに図式したやつをこういうハードで作ったような形になります。で通常ね私の場合ですとこういうコイルを巻いてコンデンサーを作って、ここの R、 ここの R は通常ですと100オーム50オーム25オームまあ、ここを意味するのがね、やっぱり50オームですと SWR がまあ1相当、一番いい点がね1ぐらいになるだろうと。で25オーム100オームがまさにね SWR が2ぐらい、これをね模擬的に作り出すためにこのようなハードを使っております。でまあこれは便宜上なんですけどね、こういうハードに接続するために私はよくこういう M 型コネクタにこういうミノムシクリップをつけたようなやつで、ここはね、まあ、あの導線ですね、ちょっと固めの導線をこういう被覆で絶縁して、
まあ物を掴んだりなんかするのにね便利なようなねジグもよく使っているような形になっております。早速ねこれをつないでテストしていきたいなと思います。でまあこういうような形にねまずコネクタを使います。でね硬い導線使ってますのでねこういう形で簡単に固定することができます。まあこれでね模擬的なアンテナ1本仕上がりです。まさにね部屋の中で簡単にできるんでね結構あのテストするにはね実際のアンテナに接続するより楽ちんじゃないかなと思います。で早速ね電気でさせてもらいます。でねここでねちょっとすいませんザーッと調整しちゃってもう下がってるんですけど通常ですねこれもアンテナです。こんな形ですね。ちょっとね Q っていうんですかこの SDR のね変化のカーブが緩いのはねちょっとこのコイルの L と C の関係でこういう形なんですけどまあダイヤル回すとねこんな形で SDR が変わるような形ね。これ皆さん大体イメージつくんじゃないかなと思います。でこちらでねオームの方も変わってるなみたいな形でねまあ通常ですね皆さんよく見るのが SDR ですね。まさにおこの時に SDR1 になった共振周波数が 15.00MHz だからもう少しエレメントを伸ばすもうちょっと縮めて調整しようみたいな形でねやっぱり市販品のアンテナを使っている場合はね、これ考え方がベースになるんじゃないかなと思います。皆さんね、だいたいここを見ながら、SDR と調整、アンテナの調整をされているんじゃないかなと思います。で、次にね、模擬的に今50オームですけど、25オームの抵抗をちょっとつなげてみます。これ25オームですね。しますと今度ね、SDR だけ見ますと確かにね、まあこれ計算式見ていただいたら分かるんですけど、SDR2。でね、実際重要なのはここなんですよね。オーム。オームの方が25オームになっていると先ほどもね説明したんですけどあの告知の方は合成インピーダンスっていうので抵抗純抵抗ですね純抵抗プラスまあリアクタンスという混ざりもんも含まれてるっていうことなんですけど一般的なダイポールアンテナマッチング回路のないようなねアンテナですと共振周波数、まあ、要はあの共振した時ですね共振周波数した時にはリアクタンスの成分っていうのがもうゼロになるっていうことになってますので基本共振して一番SDRが下がるところは基本的にはこのリアクあの純抵抗だけになってしまうとですのでここ見ていただいても分かると思うんですけどねずっと調整しますとSDRが一番下がるところ下がるところが抵抗が一番下がるような形ですので通常ですとSDRが2だだからどうしたらいいんやということになるんですけどその時に表示される抵抗というのが純抵抗25オームということになりますのでこの25オームをねいかに50オームに近づけるのか純抵抗を50オームに近づけるんやというところをねご注意いただければと思います。ですのでこちら見ていただいたら分かると思うんですけどなんでオームが50オームなのに SDR が3ぐらいやって言いますと要はこの50オームっていうのは純抵抗じゃない多分現状ですと25オームプラス何ぼかあってだから合成抵抗としてはね50オームということでもう要するにこの50オームっていうのは申し訳ないです SDR が一般的に一番下がったと言われる共振周波数ですね。で共振周波数の山っていうのもね実際いろんなアンテナ作られるとなかなかここが出てこないこと SDR に反映されないということが多いんですけどこちらの方のねインピーダンスの方には結構あのシビアに反映されますのでここある SDR の山がないっていうんですか谷間がはっきりしないようなアンテナですとこちらの方のオームの一番下がったところオームの一番下がったところが共振周波数やってね判断できるんじゃないかなと思います。ですのでこの共振周波数のところ時に純抵抗この純抵抗が重要になるんだってそれ以外はねもうあまりも無視されてもいいんじゃないかなと思います。ですのでこのような形で本来は50オームだったらいいんですけどね25オームになっちゃっただから50にどうやったらいいのだっていうね時にの判断のためにね本来はこういうアナライザーっていうのは一番ね役立つんじゃないかなと思います。同じようにねちょっとせっかくやりますので100オームもやってみます。100オームですねこれね今抵抗をつなげました100オームになりました。100オームもねこれは一緒ですねこう見ていただいたら分かると思うんですけどこのような形でね変化します。ですからねもう100オームですねもう50オームいくことないんでねもう明らかに分かるとは思うんですけど
よくありますが、大体アマチュア無線でこういうアナライザーで調整したいっていうのは、ほとんどの方がね、やっぱり HF のね、ローバンドのアンテナとか使われて、なかなか調整できないからってご購入される方が多いと思うんですけど、ほとんどの場合は、こちらの方、インピーダンスが低いことが多いです。50よりも低いと。実際ですとね、まあこういうような形で、先ほども言いましたけど、25オームとか、もう10オームぐらいとか、普通ですとね、ダイポールアンテナでも上げますと理論上は70オームぐらいあるとかって言われてますけど、通常の方が大体上げますと50オーム以下、もう30オームぐらいっていうことが多いんじゃないでしょうか。いろいろなものとね干渉しまして、このインピーダンスが下がりますのでね、基本市販でマッチング回路があるようなアンテナですと、もう皆さんこのね、とかチューナーですね、ですとね、こちらのメーター S ダバーブだけを下がった1や 1.2 やみたいな形ですけど、本当はね、こういうアナライザーを使う時っていうのは未知のアンテナっていうんですかね、やっぱり調整の方向がわからない、または間違ってるんじゃないかなっていう時に使うのがね、一番ベストだと思いますのでね、そういう使い方をする時にはね、こちらのインピーダンスをよく見ていただく。で、できればね、実際に取説にもはっきり書いてないものも多いっていうんですか、これが準抵抗を示しているのか、合成インピーダンスを示しているのか。ですので、できればこういうようなね、模擬的なアンテナを接続してみて、もう自分でやった方が早いと思います。ご購入されてつなげてみて、こういうダイヤルの動き、見れば出てきますのでね。あ、このインピーダンスというのは準抵抗だった。いやいや、もう要は混ざりっ気のある合成インピーダンスや、みたいな形でね。まあ、できましたらね、そういうこともご購入して、なかなか取説に書いてないようでしたらね、このような模擬回路、接続にね、テストしてあげたらいいんじゃないかなと思います。調整を画期的に楽にしてくれた測定器じゃないかなと思っております。これにつきましてもね、出た当初のこういうやつから最近ですとね、もうコンピューター制御で、先ほどもあったんですけど、インピーダンスがどっちなん、合成インピーダンスなん、それとも別々に表示してるのかな、 L が C かなみたいな形でね、もう本当に多種多様な情報が得られるんですけど、まあ実際ね、アンテナの調整するときに使う数値っていうのは SWR が1か 1.5、 実際のところは皆さん調整使われるときにはこちらの方もそうやと思うんですけど、 SWR の大きさで一番低いところで、一番低いところで1でしたらね、もうあとは調整の方向性っていうのは見えてくると思うんですけど、 1.5 とか2だった時にどうしようかなっていうところに、この端っこですね、このオームが役立つっていうのをね、ちょっとだけでもね覚えていただければ必ず役に立つんじゃないかなと思っております。で、実際ね、ご購入されたアンテナアナライザー、今ですとね、こういう日本メーカー製からアメリカ製して、やっぱりね、中国とかあっちの方でもいろんなタイプが合うと思って、できましたらね、先ほどお見せした、ああいう仮想のアンテナですね、模擬回路を使ってみて、このアナライザーの R っていうのがね、どっち方向なんかみたいな形でね、ぜひとも一度ね、こういうような模擬環境でテストされますとね、理解度もっと高まってくるんじゃないかなと思います。また機会がありましたらね、このアンテナアナライザーの使い方っていうのはいろいろとありますのでね、具体的にまたご紹介できればと思っております。それではお会いする日、楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。